綾瀬駅。綾瀬駅は、東京都足立区綾瀬3丁目にある、東京地下鉄、東京メトロ、東日本旅客鉄道、JR 東日本、日本貨物鉄道、JR 貨物の駅である。駅番号は、東京メトロが C19、JR 東日本が JL19、足立区と葛飾区の境に位置し、南側は、葛飾区小菅4丁目である。 東京メトロの千代田線と JR 東日本の常磐線が乗り入れる。JR 常磐線の列車は観光船で運行される常磐線各駅停車のみが停車する。当駅を境に地下鉄千代田線と JR 常磐観光線との相互直通運転が行われているほか、北綾瀬駅への地下鉄千代田線の支線が分岐している。当駅亀有下にある北綾瀬駅への分岐を過ぎた。 ところに、JR 東日本と東京メトロとの会社社会開票がある。また、JR の特定特殊内制度における東京特内に属している。東京メトロと JR 東日本の共同使用駅で、駅自体は東京メトロが管轄しているため、当駅は JR の駅数には計上されていなかったが、現在の JR 東日本の交渉駅数は、 当駅も含んだ数となっている。1971年4月19日までは、日本国有鉄道、国鉄の管轄駅で、翌4月20日に、駅業務は、営団地下鉄に移管され、1987年の国鉄分割民営化、2004年の営団地下鉄、民営化により現在の形となった。当駅に関連する JR。 東京メトロの乗車券の取り扱いについては公実。なお、当時の低徳高速度交通営団、営団地下鉄が建設を行った、現在の綾瀬駅は、免許取得及び工事開始当時の住所は、葛飾区城千葉町であったが、国鉄が借り受け開業後の1968年4月1日に、葛飾区と足立区の間で、区境界変更が実施、葛飾区から、 足立区へ移管が行われたことで、駅住所は足立区綾瀬となっている。公開機で、島式ホーム2面3線に加え、南側1.2番線ホームの亀有よりに切りかき機、ホームが1線あり、合計で2面4線である。中線は、島式ホームに挟まれており、当駅を理解し列車が使用する。切りかき機ホームは当駅北綾瀬駅間の、区間列車が使用する。 東口、西口改札内コンコーストホームを連絡するエスカレーターと東口改札内コンコースト0.12番線ホームを連絡するエレベーターが設置されている3.4番線ホームにはエレベーターが設置されていなかったが2012年秋から設置工事が開始され翌2013年9月14日より使用開始となった多機能トイレは 東口改札内コンコースにある。相互直通運転を行っているため、JR 東日本、東京メトロともに同一のホームを使用する。島式ホームは南側から1番線、2番線と振られており、切り欠きホームは0番線、0番線と呼ばれる。0番線設置前の1986年頃までは、抽選の2.3番線から、 北綾瀬区間列車が発着していた。北綾瀬駅開業以前は当駅発着列車が使用し、2番線が乗車ホーム、3番線が降車ホームだった。2番線はラッシュ時以外を理解し、始発ホームとして機能している。平日朝ラッシュ時は、JR 線からの直通電車は1.2番線の交互着発となっているほか、7.8時台の 当駅始発ゆよぎ原方面行きの列車は、混雑緩和のために3番線からの優先乗車を行っている。なお、ダイヤが乱れた場合は、女性専用車両とともに、中止の場合がある。また、平日夕方以降の霞ヶ関始発の列車と、翌朝の湯島始発の列車、かつては湯島行列車も運転されたの改装の際も、基本的にこのホームが使われる。 この改装列車はダイヤが乱れた場合に改装する、駅まで客扱いをすることがある。なお、JR からの直通列車が当駅で、車両交換などを行う場合、当駅止まりが1番線に入線し、大体車両が2.3番線に停車している場合も、ある。同一ホームでの乗り換えが可能ではあるが、ホーム中央に柵がある部分が存在するため、 そのまま正面に移動しての乗り換えができない場合は、3番線は朝ラッシュ時の当駅始発よよぎ上原方面行きの列車の優先乗車。昼間以降は当駅折り返し列車の降車ホームとなる。その場合、到着後3番線側、2番線側の順に両側の扉が開き、ほどなく3番線側の扉は閉められる。また、朝には阿ビコ方面への当駅始発列車がある。 当駅で車両交換を実施する場合は、代替車両が4番線で待機し、当駅止まりとなる電車が2.3番線を使用するケースが多い。このほか、夕方以降に数本ある JR 線からの当駅止まりの列車の場合は2.3番線に入線し、2番線側のドアのみが開く。大体運用などによる車両交換が発生する際は、東京メトロでは、 行き先表示を、綾瀬に変更し、当駅で接続する胸を放送するが、JR の場合は、行き先表示は、当該列車の本来の行き先、ない場合は、代々、木原など、を表示し、車両交換、接続の胸のみを放送することが多い。点三番線の発車表は、二番線は、A 線、代々木上原方面、三番線は、B 線、鳥出方面の到着、 発車情報を表示している。つまり、ホーム別1.2番線、3.4番線は、それぞれ同じであるが、下段の案内が流れるタイミングは異なる。電車が来る前に、下段で、電車が参りますとの表示が出るが、それが、上段に表示されている列車であるとは限らない。なお、列車ごとの発車ホームは、矢印で表示している。また、 一番線始発、四番線到着という例もある。朝ラッシュ時には一番線と二番線で、代々木上原方面への交互発着を実施しており、東駅霞ヶ関駅間で1時間に29本の列車を運転して、通勤、通学需要に対応している。特に東駅始発列車が到着する場合、JR 線からの直通列車から始発に乗り換える乗客も多い。また、 北千住市発箱根湯本行き、特急メトロはこ根、ね、号として運用される小田急6万系電車は、当駅間改装され折り返す。北綾瀬方面への支線は、終点の北綾瀬駅のホームが3両編成分しかないこともあり、本線で運用されている10両編成の車両は、前日の小田急車両も含め改装列車として、綾瀬車両基地に、 入りでくするだけの列車線での営業運転は行われない。すべて三両編成の区間運転専用の編成で運転される。駅出入り口の駅名看板は、JR 東日本と東京メトロの両方のロゴを表示したもの、あるいは千代田線常磐線の路線名を表示したものの2種類がある。ホームの駅名表は、東京メトロ様式のものに。 JR の東京都区内の駅であることを示す区のマークが入れられている。駅ナンバリングについては、千代田線の C19 とともに、JR 常磐線の JL1 も併記されている。当駅は東京メトロの管轄駅のため、緑の窓口がなく、指定席券売機類も設置されていない。このため、JR 線の乗車券の発売には制限がある。 駅窓口、東口改札前、東京メトロが JR 東日本により委託され運営では、マルスタンマが設置されていたが、2018年3月31日で取り扱いを終了した。JR の定期券については隣接する定期券売り場の窓口が担当している。なお、定期券は東京メトロ仕様の時期券のみの取り扱いとなる。なお、 定期券売り場の窓口で発売する定期券は JR 線は当駅発着のもののみ取り扱う北綾瀬発着の連絡定期券含む定期券発行対応の自動券売機が設置されたことにより東京メトロ線内発着の定期券当駅北千住駅発着で前後の常磐線にまたがるものを除くただし他の東京メトロ線と連絡するものは他については 発着駅にかかわらず発行できるようになっている。なお、クレジットカードについては、当駅での東京メトロ線の定期券の購入に限り使用できる、ビザマスター JCB 及び東京メトローミーカード。当駅が営団管理となる際に、当時の日本国有鉄道首都圏本部長と帝都を速度交通営団総裁との間で、1971年4月19日に、 締結された、綾瀬駅共同使用契約書の第16条第1号で、入場料金は国鉄が取りする、胸の協定が結ばれ、窓口で国鉄様式、発行駅名に、丸囲みの、車表機ありの公券の入場券が販売されていたが、江団地下鉄、東京メトロには入場券の制度がないこともあり、公券の設備が廃止されて、以降は入場券の販売が行われなくなった。 JR 東日本の自動券売機では、東口の2台のみ、通常の乗車券、回数券類に加え、国鉄時代から継承されている、特内パスを発売しているが、JR の特別企画乗車券である、休日お出かけへパスは発されていないほか、IC カードは乗車券購入に使用できるのみで、チャージなどには対応していない、東京メトロの券売機でのチャージは可能。また、 JR 線から連絡する他社線への連絡乗車券の取り扱いもない。北千住乗り換え東武線への連絡乗車券は東京メトロの券売機で発売している。なお東京フリーキップは東京メトロの券売機窓口で発売されている。乗車券は 100km 圏内までの乗車券を発売しているが、回数券は カメアリ駅取り出駅間の各運賃帯の最も遠い駅のみの取り扱いとなっている。自動改札機は東京メトロ仕様であるが JR 東日本の駅としてマルス県及び2013年3月23日の交通系 IC カード十種相互利用開始以前からパスモスイカ及びスイカと相互利用できるアイコカなの IC カードがすべて使用できた。また、 当駅から次の駅までの最低運賃は133円のため IC カードの残額が133円以上であれば改札内に入場することができる JR の運賃表は特殊なもので西日暮里接続の連絡乗車券発売区間は北千住の理科へと西日暮里の理科への両方が表記されており発券している券売機も異なっている前者は JR 後者は 東京メトロ近年の1日平均乗降人員の推移は、下表の通り。近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通り。JR 貨物の駅は、シャーツ貨物の臨時取扱い駅である。定期貨物列車の発着はないが、東京メトロ千代田線有楽町線、南北線、副都心線で使用される車両の搬入のために、 公衆車両輸送列車が製造され場合に設定されている。車両は東駅で JR 貨物から東京メトロに引き渡され、北綾瀬駅の先の綾瀬県尺まで改装、千代田線車両の牽員によるされる。また、常磐線内は松戸駅で快速線から観光線に移動する。運行される場合、常磐観光線の保安装置の関係から終電後の深夜、 一例では午前2時台に線路閉鎖を行った上で実施されるため、一般には見ることができない。ただし、1996年3月26日の南北線四ツ谷駅、駒込駅間開業で所要となる車両の搬入は、日中の時間帯にも実施された。2008年度の車扱い貨物の取り扱い量は、発送なし、到着が3600トンである。 近年の年間発着トン数は、下表の通り、高架下にバスターミナルがある、綾瀬駅、東部、京成、京成タウン、綾瀬駅、バスターミナル、朝日、綾瀬駅、やや、西口寄りに位置する、東口にはかつては、京成バスの新小岩駅業が発着していたが、東駅小杉一丁目間廃止に伴い廃止された。楽しく、ご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。